金曜日はイスラームの安息日。普段は家の中で祈りますが、金曜日は必ずモスクに行ってみんなで一斉に祈るんです。これもちゃんとしきたりがあって、こういう言葉をしゃべって、それでいろんな手順があって、これを繰り返す、で世界中で同じ時間にもう民族言語を問わず一斉にやるんですよ、メッカに向かって。そして王様も貴族も平民も奴隷も横一列になってメッカに向かってこれやるんです。だから彼らはアッラーに対してみんな平等なの。みんな平等、もう完璧な平等で、西はイベリア半島から東はインダス川、中央アジアまで、この黄色い部分ですね、ここがイスラーム共同体ウンマと言います。ウンマイスラミーア、イスラーム共同体、この中は完全な平等が保障されます。彼らはね、自分が何人、例えば、アラブ人だとかイラン人だとかいう以前に、まずイスラム教徒って意識がものすごい強いです。例えばね、僕らがヨーロッパに行く、そうすると言葉は違う、顔形は違うけども、あんまり違和感ない、で中国に行く、多少習慣の違いとかありますけども、そんなに違和感ない。ところがイスラム世界に行くとものすごい違和感感じるのは、それはね、人間と人間の関係が違うんですね、全然。で彼らイスラム教徒っていうのは行動の基準が全部アッラーなんで、自分のやることがそのコーランに従ってるかどうかが全てなんですよ、でコーランに従ってる限り彼らは正しいんだってってことは、周りの人がどう見ようが関係ないの、これ関係ないの。これがイスラム教徒 の行動パターンなんですね。日本人はほとんど無宗教ですよね。それでなんか、あなた日々の行いをについて神様がどう思うかって考えますでしょ。じゃあ何が正しくて何が間違ってるかってのは何で決まるの、基準は何、こういうことをしちゃいけない、こういうことはしていいっていうのは何で決まるの。それはね、他人なんですよ、他人の目、人がどう見るかなんですよ、日本人の行動パターンっていうのは。だからお母さんは子供に教育するときにね、恥ずかしいからやめなさいっていうの、みんな見てますよって、笑われますよって言うでしょ必ず。つまり他人がどう見るかで人がの行動パターン決まる、これ日本人なんですよ。だから日本人っていうのは絶えず他人を気にするわけ、人がどう見てるか。で多分学校の中で、クラスの中で、あるいは電車の中で、会社の中で、自分がどのポジションにいるのか、とこういつも他人の顔を浮かぶようになって、でだんだんこう腰が低くなっていって、ですぐこうやってペコペコする、日本人ってのは。でつまり他人があるらなんですよ、日本人ってのは。で日本人ほど人に対して頭下げる人間、民族はいません。ところがイスラム教徒は他人はどうでもいいんですよ、関係ないの、アッラーだけだから。絶対に人に頭下げない、イスラム教徒って。例えばね、お店に入るでしょ、買い物するでしょ、店の主人がいるじゃないですかね。こっち客ですよ、僕はね、向こうは商売人でしょ、頭下げると思うでしょ、下げないの、絶対頭下げないですよ、踏んどり返ってる、こうやって、客か、入れってね、俺はこんな素晴らしい商品がある、
お前は金持ってる、ね、俺とお前は平等だ、交換しようって言うんですよ。全く対等で、買っても別に悪いこともないですよ、交換なんだから。やっぱり貧乏な人います、ホームレスはいます。しかしまあ、あのね、イスラム世界のホームレスのまあなんと立派なこと、堂々たるもんで。日本のホームレスってなんかみんなこうやって人見てますよね。向こうのホームレスって威張ってるもんね、こうやって。それで街行く人にこう手を出して恵めって言うんですよ。俺とお前は平等だ、俺はたまたま運が悪かった、お前はたまたま運がいいんだ、金払えってこう。で、金もらっても別に当然ってこう言ってますよ。そういう世界ですよ、あそこは。だから最初行くとすんごい違和感あるの、なんて無礼な連中だと思うわけ最初は。ところがね、しばらくいると慣れちゃうのね。で、慣れちゃうとね、あれほど楽な世界ないですよ。つまりこっちも一切頭下げないから、他人に対して。だからね、もし日本の社会でなんか息苦しいと思ってる人いたらね、もう向こう行け楽だぞね。で、イスラム教徒になっちゃえばもう本当に完全にもう平等ですからね。デラ・イラ・イラ・ハイ・ラ・ラってやるんだから。ということで、何が言いたいかというとね、つまりあのイスラム教徒がイスラム教徒を奴隷にできないんですよ。で、平等なんですか、そうでしょ。ただし何事も例外がありまして、これですね、ジハード。これはですね、まだ世界にはコーランを触ったこともないような哀れな連中が住んでると、ね、で、この哀れな異教徒に対して我々は正しいアッラーの教えを広める義務がある。で、もし異教徒が抵抗する場合には剣を使っても構わないと。これをジハードって言うんですよ、対異教徒戦争。それで戦争すれば必ず捕虜ができますよね。で、その異教徒の捕虜は例外的に奴隷にできる。だからイスラム世界において奴隷っていうのは全部異教徒の捕虜なんです。そしてこのジハードっていうのはどこでやってるかというと、一つはこのビザンツとの国境戦、あとフランクとの国境戦ですね、対ヨーロッパ戦争ですね、それからアフリカとの戦争、あとは中央アジアとの戦争なんで、三方向から捕虜が入ってくるので、アフリカ人の捕虜のことは残獣といって、まあ、黒人奴隷です。で、彼らは主に畑仕事に使います、農業奴隷。とにかく中東は暑いので、もう昼間の気温50度ですからね。で、そこでも過酷な労働に耐える、もう頑健な体を持ってますから、アフリカ人というのは。これを、黒人奴隷、残獣。一方ヨーロッパ人は暑さに弱いから畑仕事無理ですよ。なので彼らは家の中で使うので、要するに炊事洗濯や子供の世話、家政婦、あとは家庭教師に使うの。これ家内奴隷っていうので、ギリシャ人やフランク人を使ったんですよ、奴隷として。そして三つ目として、中央アジアの遊牧民、主にトルコ人ですね、これをどう使うかっていう話になった。で、このトルコ人奴隷のことをマムルークといって、これ遊牧民ですから農業は絶対やらない。で、凶暴だから家の中で使うのも危ないと。で、どうしようかってなって、じゃあ彼らの得意技を利用しようってんで、そのまんまですね、馬に乗ったまま使う、つまり騎兵として使うんですね。だ、マムルークっていうのは騎兵なんですよ。これ騎兵なんだけども身分が奴隷とよく分かんない。イメージ湧きます？奴隷で兵隊っていうの。
全然わからないでしょ。奴隷で兵隊って何のこっちゃって、何明日に鎖があって戦うのかって、そんなこと無理だろうね。だからちょっとねイメージを変えてほしいわけ。つまりあなたたちが頭の中に持ってる奴隷のイメージっていうのは、それは違うの。それはねギリシャローマの奴隷なの。ギリシャローマの奴隷っていうのは鎖があるんですよ。でもイスラム世界の奴隷は鎖はありません、ありません。うん、で見た感じ全く普通の人です。だからトルコ人奴隷は本当に軍人であって、で、彼らは例えばアッバース家やコウマイヤ家に雇われて、でカリフを守るわけですよ。だからカリフに使えるマムルークなんていうのは奴隷とは言ってももう立派な衣装を着てですね、もう平民よりもいい格好してますよ、マムルークなんていうのは。ただし自分の体は自分のものじゃなくて、カリフ様の持ち物っていうこと。で最初はまあトルコ人を捕まえてそれを奴隷にしていたのですが、ところがですねやっぱりもともと敵じゃないですかね。もともと敵なんで、実はアラブのことを恨んでるわけで、そうするとそういう連中に武器を持たしたまま例えばカリフの親衛隊とかやらせると突然カリフに切りかかったりすることもあるわけですよ。危ないでしょ。だから途中からですねそういうその大人のトルコ人を使うのやめて、で子供を使うようになった。でトルコ人の子供を奴隷商人が買い集めてくるの。わしはアラブの奴隷商人だ、今からトルコ人を買いに行く。おお、草原に着いた。お、トルコ人の村だ。奥さん、奥さん、あとは子供何人いる？8人。うん、貧乏人の子だくさん。奥さん、8人いたら 2、3人いなくてもいいだろう。売ってくれ、金はあるぞ。子供どこにいる？この子か、坊や。坊や、坊やいくつだ？5歳か。ずいぶん老けた5歳だな。坊や、馬に乗れるか？奥さん、この子買ってくぞ。なんつって子供たちをこう買い集めて、で連れていくん。最初はビービー泣きますが、もう子供ってのはすぐに慣れちゃうからね。もう1週間もすると慣れちゃって、その奴隷商人に、実はどこに行くのとか、今から世界の都バグダードに行くのだ。大きな町。大きいなんてもんじゃないぞ、世界で一番大きな町だ。人口100万人いるんだ。100万だ。意味わかんない。そうだろう。お前の村は何人いるんだ？50人かな。さあ着いた、これがバクダードだ。こんな大きな街初めて見たよっつって、すっかり洗脳されちゃって、であとはもうカリフに出世しちゃうんですね。こういうパターンが多い。で中にはどんどん出世して軍の司令官になる人も出てくる。であちこち の地方総督として派遣されていく。ところが何かの拍子で故郷のことを思い出す場合もある。わしはマムルークとしてカリフ様に採用されて20年、今は地方総督の座に就いた。うん、随分出世したな。ああ今日もいい天気だ。うん、青い空だな。あ、青い空か、どっかで見たなこの空は。はあ、母さんなんて思い出したって、そういうやつは裏切ったりするわけで、でそのマムルークが地方で、独立を宣言するなんてことがよくある、よくある。でそれが例えばガズナ朝とかマムルーク朝とか奴隷王朝なんて言うんですけども、でちょっと具体的にいきますけども、この中央アジアですね、このタラスカ藩のところ、ここを拡大します。
チベット高原が北にぐーっと伸びて天山山脈を作り、4000メーターの山頂には万年雪、その雪が溶けて川となって砂漠に流れ下って3本の川、一つがここアム川、もう一本がシル川、そしてアム川シル川はここアラル海に注ぐ。これね、これも今干上がっちゃってほとんどないんですけども、昔はあったの、アラル海っていうのはね。あともう一本あって、これがタラス川で、タラス川はどこにも注がない、砂漠で消えちゃうの、この川で。この川のほとりで唐とアッバスがぶつかったのがタラスカ藩の戦い、結果唐が敗れて唐はこの地域から撤退します。それまでこの地域は唐の吉備州でした。そうすると、それまで唐の支配下でおとなしくしていたトルコ人たちが自由に動き始める。で、逆にイスラム世界に侵入する者も出てくる。だからイスラム世界はこのトルコ人の侵入を食い止めるために、このアム川とシル川の間、ここに大軍を置かなければいけない。この地域、何と言ったか覚えてるか。ソグド地方。ってことは、住んでる人は何人だ？ソグド人。ソグド人って何系民族だ？商売のうまい。イラン系民族だ。そうすると、イラン系民族っていうことは、かつてのササン朝ペルシャのことが懐かしいわけだ。一方、アラブはですね、アラブ人はここには住んでいない、ほとんど。そうすると、この国境にですね、軍隊を送るときに、アラブ人の兵隊はなかなか集まらない、行きたがらない、遠すぎて。日本列島の大きさはこんなもんですから、そうするとアラビアから見ると、日本列島2つ分向こうなんだよ、あ、行かないよ、なそこまで。そうすると兵隊が集まらないでしょ。だから現地でこの速度系のイラン系の人たちを兵隊に採用するようになっちゃった。そうすると彼らはもともとアラブ人のことを面白く思ってないから裏切るわけだよ。で、こんなことがありました。このイラン人出身の総督、地方長官アミールと言いますけども、これがアッバスを裏切って独立を宣言する。これをサーマーン朝と言います。カリフ様、カリフ様、イラン人の総督が裏切りました。叩き潰せ。いや、お待ちください。あれを潰しちゃうとトルコ人が入ってきます。これも厄介なことで。どうすればよい？サーマン朝の独立は認めてやり、その代わりサーマン朝を防波堤にしてトルコ人を止めた方が我々アラブは楽ちん楽ちん。それもそうだな。分かった、サーマン朝独立は認めよう。その代わりお前たちはトルコ人を止めろ。で、この後このサーマン朝とトルコ人の間でジハードが繰り返される。トルコ人は思った。なんで奴ら我々の方にこうやって攻めてくるんだ。ん？イスラム教を広めたい？ふん。じゃあ何か、俺たちがイスラム教になっちゃえばもうできねえな、ジハードが。それでトルコ人の王様がみんな集めてこう言った。おい、今日から俺たちはイスラムになるぞ。はい、手上に上げてラーイラハイラッラー、回収するんですよ、回収。
トルコ系遊牧民がイスラームに改宗した。これを何というか、カラハン朝。これがトルコ人最初のイスラム王朝。で、トルコ人っていろんな部族がいました。例えば、ウイグルとかキルギスとかウズベクとか、ね、トッケスとかいたでしょ。どの部族かつと、これも書いておく。これ、ウイグルです。っていうことは、ウイグルってことは、もともと何教徒？もともとマニ教徒だった。うん。マニ教からイスラームに改宗した。次に、トルコ人の捕虜がサーマン朝にこう、捕まって奴隷になっていく。ね、あるいはトルコ人の子供たちがサーマン朝の奴隷商人に買われていく。結果大量のマムルークが、サーマン朝に雇われることになった。そしてその中の一人、アルプテギーンという男ですね。子供の頃買われていって、でやがて出世してサーマン朝の、地方長官総督になった。そして彼はこのサーマン朝の南側のここですね、この山の中、これ後のアフガニスタンです。ここに派遣されてアフガニスタンを治めると言われたんですが、そこで裏切った。サーマン朝を裏切った。でガズナを都にして自らが王となっちゃった。これをガズナ朝という、これマムルークが作った王朝。こうやってアッバース朝っていうのは地方の方からバラ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 こう解体していくんですね。で同じようなことが北アフリカでも起こるんです。そうするともうこの地方からはジゼヤ払い主が集まってこないと、だんだんアッバースは財政難になって、傾いていく。でアッバースが弱っていくと何が起こるかっていうと、シーア派の取り締まりが緩くなるんですよ。とシーア派があっちこっちで立ち上がっていく。それが一つは北アフリカのファーティマ朝、それからイラン北部のカスピ海のところのブワイフ朝。系図見て、はい、シーア派の指導者イマームですね、赤で示しました。初代イマームがアリー様。アリー様は暗殺されましたね。でそのお子様が、フサイン様。フサイン様はウマイヤ家に殺されました。カルバラの戦いで、その後も歴代イマームはまともな死に方した人いませんよ。もうみんな、戦死、暗殺、行方不明です。そしてアリー様から数えて7人目、イスマイル様。まだお子様だったんですが、亡くなってしまったと発表されたんですが、ところが、いや、それは間違いで、実はイスマイル様は生きていると。それで、アッラーの神によって、どこかに保護されてるんだと。こういう信仰が生まれた。これは時期はウマイヤ朝の末期ですね。そして我らシーア派は早くウマイヤ家を打倒してこのイスマイル様が安心して住めるような世界を作ろうって。でこのイスマイルを最後とする、最後のイマームとするグループのことをシーア派の中のイスマイル派、あとこういう言い方もあり、過激シーア派。これはもうどんな手を使ってもスンナ派を倒すと、テロも認めると。過激シーア派、イスマイル派、これが一個のグループ。ところがこの時ね、割れたんだな、シーア派が。
で、イスマイルは死んだんだろうと考えて、で、その弟の家系を第8代目、9代、10代、11代、で、第12代アルマフディまで認める。ところが、この第12代アルマフディが行方不明なんですよ。これもまだ子供だったんですけども、こういう話。お父さんの第11代目が亡くなった時のお葬式の時に、10歳ぐらいの男の子が姿を現すんです。で、皆さん、僕が12代ですと言って挨拶してですね、で、スッと姿を消して、それ以来その少年を見た者は誰もいない。そこでアルマフディはどうしたんだ、どこに行っちゃったんだ、隠れたんだと、迫害を逃れて、でアッラーの神によって今どこかでかくまわれてる、で今でも生きてると。そして、将来スンナ派が滅んだ後、アルマフディが姿を現し、そこに真のイスラム世界が生まれると、こう考える。このグループのことを第12代イマームを信仰するから12イマーム派っていうの。ファーティマ朝っていうのはイスマイル派で、ブワイフ朝は12イマーム派。12イマーム派はおとなしいグループなんで、穏健シーア派、シーア派と言います。大体イランに広まったのがこの12イマーム派で、ブワイフ朝、あとでサービー朝も出てきます。で、現在ですね、現在イスラム教徒の大体10% がシーア派なんですけども、そのシーア派のほとんどがイスマイル、12イマーム派で、で現在のシーア派の最高指導者は誰かって言ったら、アルマフディなんです。今でも生きてるんです、この人は。で、どっかに隠れてるの。1979年にイラン革命がありました。それで、それまでイランのヨーロッパ化政策やっていた王様が追放されて、シーア派の指導者がイランの最高権力に握ったホメイニーって人です。ところが、このイラン革命の指導者ホメイニーはですね、大統領にも首相にもならないんです、この人は。じゃあ彼はどういう立場で権力を握ったかというと、こう言ったんですよ。私はアルマフディの代理人だって言ったの。だから今でもイランの最高権力者っていうのはアルマフディなんです、本当は。でもアルマフディがどこにか分かんないから、その代理人っていうのがイランの最高権力を握ってるの、今でもですよ。面白いんで、シーア派っていうのは。歴代イマームの、まあ、大体殉教してるんですけども、そのお墓っていうのが聖地になってる。で、みんなそのお墓にお参りします、シーア派は。8月の終わりに僕イランに行ったんですけども、イスファハンという町に行ったんですけども、飛行機が夜中に着いたんですよ、ね、まあ、夜中の、ね、1時過ぎだったね。でもうバスがなかったんで、そのホテルまでタクシー頼んだのね、空港から1時間ぐらい乗ったんですけども、まあ、夜中ですよ、街中がさ大騒ぎなんですよ。でもう車が渋滞してて、でその車の渋滞の脇をバイクがさビュンビュン走るわけ。もう二十歳ぐらいの兄ちゃんたちがみんなパパラパラパ
パパパラパラパパとか言って走ってるわけで、後ろにあの頭スカーフ巻いた姉ちゃん乗っけてね、でなんかもうそこら中で騒いでるのね。それで俺聞いたんですよ、その運転手に、何の騒ぎだって聞いたら、運転手が、旦那明日アルマフリーの誕生日だよって、今日イブだから騒ぐんだって、だからクリスマスなんですよ。で彼らはさ酒飲まないんだよね、酒禁止ですからね。酒飲まなくてあんだけ騒ぐって僕感動したね、すごいと思って。でなな何じゃあ集まって何するかっつうとね、酒飲めないからどうするかっつうとね、お菓子を食べるんだよスイーツなんだよ。でスイーツでハイになるんだよやつら。で次の日はそのいよいよそのね聖なる日なんで、で抹茶静かになってですね、でお休みになって、でみんなあの家族連れで町の広場公園に来て、でご飯食べるの外でシート引いて、で僕がプラプラ降りて行ったら、そのイラン人たちが呼ぶわけ僕を、ちょいちょいっつって「何？」っつったら「お菓子をどうぞ」って、お菓子くるんですよ。もう知らない人にお菓子振る舞うのがなんか習慣になってる。うん、だからちょうどねキリスト教徒がイエス様のことを拝むように、彼らシーア派っていうのはこのアルマディのことを拝むんですよ。まずエジプトであるが、サラディンが死んだ。で彼はあまりその後継者に恵まれず、クルド人に代わってトルコ人が台頭した。これは中央アジアから買われてきたマムルークだ。そしてこのトルコ兵たちがクルド人に対してクーデターを起こしてエジプトを乗っ取った。で自分たちで王を選んだ。これがエジプトのマムルーク朝。そこに逃げてきたアッバース家が、袋詰めになって殺されたカリフのおじさまが脱出で、バグダッドからエジプトのカイロまで、助けてくれ、かくまってくれ、アッバー様ご安心を、我らがモンゴルを迎えしましょう、その代わり我らにスルタンの称号をということで、で今度はあのアッバース家はこの後ずっとカイロにいて、で相変わらずカリフ であの権力はなくて、で今度はそのトルコ人たちを、マムルークたちを歴代スルタンにすると。マムルーク朝っていうのは奴隷出身のね、クーデターで権力握った軍事政権ですよ。だから一般のエジプト人からは非常に評判悪かった、ね、奴隷のくせに何がするたんだって、うん、でそのアッバース、マムルーク朝に正当性を与えたのがカリフなんですよ。こういう話がある。初めの頃マムルーク朝のスルタンがパレードしていると街を、あのエジプトの市民たちが生ゴミを投げたり生卵を投げたって、で俺たちは奴隷出身のスルタンはいらないって、それぐらい評判悪かった。ところがこのマムルーク朝がカリフ様を保護するとね、でメッカとメディナを保護すると、それから十字軍からエジプトを迎え撃つ、モンゴルからエジプトを守る、それで結局、彼らはこのエジプトの正当な政権として受け入れられた。チンギスファンは帝国を自分のファミリーに分割して、でこの中央アジアについてはチャガタイの領地、チャガタイハーン国、そしてイランについてはチンギスの孫フラグがここを占領し、自らここのハーンとなった。これがイルハン国、都はカスピ海の近くのタブリーズに置かれた。初めは相当なめちゃくちゃな支配だった。もうカリフは殺す、コーランは焼く、モスクは馬小屋にする、うん、もちろんイスラム教徒は徹底的に抵抗した。
モンゴル人のほとんどは仏教徒、特にチベット仏教徒だった。うん、だからイスラームとしては異教徒の支配は受けない、ジハードであると。で、勝つ見込みのない抵抗が延々と続くんですね。さすがのモンゴルもだんだん疲れてきて、それでどうすればこの国が収まるんだろうかと考えたら、それは結局自分たちがイスラームを受け入れればいいと。で、モンゴル人というのはもともと宗教は割とそのアバウトでこだわりはないです。うん、で、それでうまくいくんだったら別に何教でも構わないということで、第7代目のハーンでガザンという人ですね。わしはメッカに向かって祈ろうと。ガザンハーンのイスラーム改宗。これ以後イスラーム教徒の抵抗はピタリと止まる。2003年アメリカのジョージ・ W ・ブッシュ大統領はイラクに大軍を派遣し、ここを力でねじ伏せた。それ以来イスラム教徒の抵抗が止まず、各地で自爆テロ。アメリカはもう疲れ果ててる。で、しかも今回の金融恐慌、もうあれはアメリカ帝国の崩壊だ。実はイラク戦争をうまく終わらせる方法はあったんだ、簡単に。それはジョージ・ W ・ブッシュがメッカに向かって祈ればよかった。今黒板に地図が2枚あります、ね。一つはセルジューク朝、もう一つはイルハン国で、共に遊牧民がイスラム世界に建てた征服王朝であると、ね。で、これよく似てるんですよ。で、形もですね、ほぼここイランが中心。遊牧民というのは武力は強いが読み書きは苦手、官僚には向かない。そうするとこの巨大な国家を統治するにはやっぱり官僚機構が必要で、そうすると例えば中国の北方民族が漢民族の官僚を採用するように、イスラム世界においてもこのイランの文明人を官僚に採用するってことやった。ちょっと今から、比較をします。まずセルジュークですが、トルコ人のトゥグリルベクが建国したんですが、官僚になったのはイランの人たち。ということは公用語、役所の言葉はトルコ語ではなくイラン語とは言わない、ペルシャ語になります。だいたいトルコ語なんていうのは遊牧民の言葉ですから、単語の数が少なくて、羊の料理法とかいっぱいあるんだけども、その国家を運営する上に必要な言葉がないんですよ。だからペルシャ語で、やがてその官僚のトップである宰相も、イラン人が採用されて、セルジューク朝における最も有名な宰相を紹介します。ニザーム・アル・ムルク。ニザーム・アル・ムルク、彼は学者でもあり、それから大学を作ったことで知られ、各地に自分の名前を冠してニザーミーヤという学校を作っています。で、このニザーミーヤ学院ではコーランはもちろんですが、自然科学の研究も行っていて、スンナ派では最も有名な学校です、これが、ニザーミーヤが。で、このライバル校だったのがエジプトファーティマ朝が作ったアズハル大学。こっちはシーア派を研究する学校で、これはライバル関係です。なおサラディン以降はアズハルもスンナ派の学校になりまして、これは現在もあります。アズハルの方はエジプトではアズハルを出た学生はもうエリートコースだから、エジプトの東大今でも。
アラブ人のカリフ様とトルコ人のスルタンはお互いに言葉が通じない。で、ニザームアルムルクはペルシャ語はもちろんですが、アラビア語をマスターし、トルコ語も覚えて、この人は三角語を自由に操った。だから彼が同時通訳できた。で、あまりにニザームが優秀なので、もうスルタンも仕事がなくなってしまって、当時こう言われた。スルタンの仕事は狩りをするだけ。はい、今度はイルハン国です。モンゴル人フラグが建国、しかし官僚はイラン人ってことはペルシャ語。そして官僚のトップである宰相にイラン系の人がつきまして、これも覚えます、ラシード・ウッディーン。ラシードはね、先祖はユダヤ人なんですが、まあ、ペルシャ語を使ってたんでペルシャ系とイラン系と言っておきましょうね。で、このラシード・ウッディーンも大きな仕事をしていまして、それはですね、歴史の本を書いた。で、彼はイスラームに改宗した7代目のガザン・ハーンに仕えて、でガザンに呼ばれて、ラシード、我らモンゴルは世界を征服したが、残念ながら読み書きは苦手で、いまだにチンギス・ハーンから始まるモンゴル帝国史を書物にまとめた者がいない。このままでは忘れ去られてしまう。だからお前にこの仕事を任せたい。ペルシャ語で構わないから、モンゴル史をまとめてもらいたい。ラシード・ウッディーンがまとめたモンゴル史を何というか、終始という。これはペルシャ語で書かれたモンゴル史、チンギスからガザンまで。モンゴル帝国史、以前話をしましたが、あのネタ本はですね、これなんですよ。それでモンゴル史に関する最も詳しい本がこのラシードっていうの終始で、2番目に詳しいのが漢文で書かれた元朝秘史ってなんですよ。でもね、終始の方が詳しい。で、これ以外はなくて、なんとですね、モンゴル語で書かれたモンゴル史はないのです。だから大学の史学科でモンゴル史の研究をする専門家は今でもペルシャ語をやらなきゃいけない。ティムルのケースのプリント出しておいて。右下に書いたんですが、モンゴル帝国の解体後、チンギス・ハーンの男系子孫、ね、チャガタイとかフラグとかね、男系子孫だけがユーラシア諸国家の正当な君主ハーンであるとされた。これをチンギス統原理と言います。で、これからお話をするティムールですけども、この人はこのチンギス・ハーンの男系子孫ではないのです。先祖はモンゴル人なんですが、チンギス・ハーンファミリーじゃないんです。ということは正当性がないんです。そこでチャガタイ汗国のお姫様と結婚して婿入りするんです、チンギス・ハーンファミリーに。それで名目上チャガタイハーンのその男系の生き残りを名目上のハーンにして、ロボットにして、で彼は実権を握るんです。で、ティムル の称号は婿総督っていうんです。アミール・キュレゲンっていうんです。で、彼が台頭できたのはチャガタイハーン国で内紛が起こったからで、これはモンゴル人の得意技、跡目争い。長男が継ぐっていう決まりがないからすぐ揉める、ね、それで一旦ここめちゃめちゃになって、でその中で、サマルカンドを拠点に台頭した地方豪族がティムールだった。で、
チャガタイ藩家に婿入りすることによって正当性を確保して、それで最初西チャガタイ藩国、次で東西チャガタイ藩国、さらには同じく内紛が起こっていたイル藩国も併合して、チャガタイからイルまでここを一個に束ねたのがティムール帝国。西はオスマン帝国を攻撃、アンカラの戦い、これは後でやります。南はインドにも遠征軍を送り、またエジプトにも遠征軍を送り、ほとんど勝ってます。ただし本人は足が不自由で馬に乗ることさえできなかった。で、彼はテントの中で作戦を立てる。で、その作戦通りやると全部勝つんです。そういう意味での天才だった、この人は。ティムール、チンギスハーンの再来と言われた。で、この名前ティムールのティムってのはトルコ語で鉄を意味する。そういえばチンギスの本名もテムジンだった。うん、名前も一緒なんだ。これエジプト遠征中に有名な出会いがある。それはイブン・ハルドゥーンとの会見。私はイブン・ハルドゥーン、北アフリカに生まれたアラブ人で、各地の王朝に仕え、今はエジプトで大法官、裁判所の長官をしている。さまざまな国を歩いてきて、一つ分かったことがある。世界の歴史には法則というも法則がある。世界の歴史には法則がある。世界史は偶然なバラバラな事件の組み合わせではなく、一貫した法則に貫かれている。まず文明はどこに生まれるか。川の近くの水の豊かなところに生まれる。そこは農業が可能で、たくさんの人口を養える。農耕は必要以上の富を生む。貧富の差が生まれて権力が生まれる。一方、水のない草原には文明は起こらない。そこでは何千年も前から続いている貧しい遊牧の世界が広がっている。遊牧では必要最低限の食料も手に入らない。彼らは常に飢えている、貧しい。そして生きるために戦う。戦争の技術はどんどん進歩。貧しく強い遊牧民。一方、豊かさにあぐらをかいている文明人は戦闘訓練も怠り、軍隊は弱い、豊かで弱い。よって両者が戦えば必ず都市文明は破れる。この逆はありえない。そもそも都市文明は草原を征服する意味がないから。今ある A という部族が都市を征服した。すると彼らはこの豊かさに目がくらみ、ここに定住し、遊牧を捨て、腹いっぱい飯を食い、馬から降り、軍事訓練も怠り、お腹も出てきて弱くなっちゃう。そうすると別の部族が遊牧民 B としよう、これが攻めてくるとさっきの A 族は必ず負けると。で、こういうふうにして20、30、40に遊牧民が都市にこう覆いかぶさっていって王朝交代が生まれる。これがイブン・ハルドゥーンの世界史序説。確かに古代メソポタミア史なんかを考えると、シュメール文明があって、そこにアッカド人、アムロ人、ヒッタイト、まさにそうだね。そして今彼は豊かなエジプトにいる。で、そこに今飢えた遊牧民のティムールが襲ってきたわけです。だからこれはまさに彼の立てた理論の正しさを証明するのだ。で、彼は思った。ティムールに会わなければならない。チンギスハーンに会いたかったが、生まれてくるのが遅かった私が。今ティムールが目の前にいる。これは100年に1人出るか出ないかの英雄である。私はどうしても彼に会わなければいけない。インタビューしたい。そしたらマムルク朝のスルタンがハルドゥーン殿、あなたも軍を率いてティムールを迎え撃て。え、私がですか。ああ、言ってくれ。それで彼はエジプト軍を率いて戦場に向かって、エルサレム近郊でティムール軍と向かい合った。
しかし戦うどころではない、もう相手が気になってしょうがない。それで結局彼は脱走した、エジプト軍から脱走した。それで敵のテムル軍に一旦投降して、私は武器は持ってない、ティムール殿にお会いしたいだけだ。そしたらティムールが会ってくれた。一週間彼はティムールのテントに泊めてもらって、飯食わせてもらって、それでインタビューさせてもらった。で一週間後にティムールが、先生もうそろそろいいだろうね、俺とあんたは敵なんだから明日からまた戦おうっつって、ああそうだったっつって、それでまた別れて戦ったという、こういう話が。で結局ティムールはですね、まあこのことと関係あることか分かりませんけども、エジプト遠征はやめちゃって、そして東に戻る。この頃、はい、ここにオイラトがありますね。オイラトのお隣は何ですか？タタールですね。タタールの南がバーニの長城、その南側は北京、そして何王朝、ミンですね。アンカラの戦いがあったのが1402年、この年明朝で内乱があり、北京軍が南京を落として二大皇帝が行方不明になっています。西南の変で、この後北京の永楽帝が即位して、そして永楽帝は自ら軍を率いてモンゴル遠征を開始する。そこで劣勢となったオイラトの王子がサマルカンドにやってきて、ティムールに援軍を求める。でティムールは今行くっつって、それで10万とも言われてる大軍を率いて東に向かったの。で明王朝との国境の町オタルルって町まで来て、ここで突然彼は病死する。あと半年彼が生きていたら、おそらくティムール軍と明軍は決戦していたら、そしたらどっちが勝っていたかっていうと、まだこの時明は鉄砲がないので、私の予想では73の確率でティムール勝ち。ってことはこれで明朝は滅亡、明は3代でおしまい。でまたモンゴル人がザーッと入ってきてね、で元朝復活で国名は高原、惜しいことしたね。でティムールはの遺体はサマルカンドに送られて手厚く葬られ、今もここで眠っている。これがサマルカンドのティムール廟。時は流れて20世紀、ここはソビエト領になった。でロシアの学者がこのティムールの墓を暴いた。そしたら家屋の中に確かに片足が短い男の骨が眠っていた、本人だ。でロシア人がその頭蓋骨を測定して肉付けをして再現したのがこの顔で、だからこれは本当にティムールはこういう顔だった。と非常にあの目のつり上がった頬骨が高い、もう典型的な、モンゴルトルコ系の顔ですね、これね。そのティムールの墓 の墓石の蓋の裏側に文字が刻んであって、この墓を暴く者に災いがあるって書いてあった。で墓が暴かれたのが1941年で、この年ヒットラーがソ連に攻め込んできた。あれティムールのたたりだ。イブン・ハルドゥンは言った、遊牧民が都市に安住すると弱くなってしまうと。ティムール亡き後その子孫たちは安楽な生活にふけて、どんどんこの国は弱体化で、さらにその北方にいた別の遊牧民ウズベク族が南下してきてサマルカンドを攻略。ティムール家の生き残りは南に逃れてインドに入ってムガル帝国を建国。これはティムールの直系の子孫、後で話す。で一方元ティムール帝国の西半分、ここはイランだ。イラン人が
独立。これはもう何百年ぶりか、イラン人の国っていうのは。今までアラブ、トルコ、モンゴルね、ずっと政府控除だった。そしてこのイラン人たちはシーア派を国教にして、国名はサファビー朝、おとなしい方、十二イマーム派。シーア派の系図ちょっと見てくれ。アリー様の息子フサイン様、馬屋家に殺されたね。フサイン様の奥様がヤズデギルド3世の娘。ヤズデギルド3世っていうのは何者かというと、ニハーバンドで敗れたササン朝最後の国王の娘がフサインのお嫁さんで、そっからシーア派が続くので、つまりシーア派の中にササン朝ペルシャの王家の血が流れてると。いや、どこまで本当か知りませんけども、シーア派はそういうふうに宣伝した。でイラン人はそれを信じた。だからイラン人がシーア派を好む理由はこれだけなんです。シーア派政権を作ればそれはササン朝の復活を意味すると。でこのサービー朝はこの物語をもうフルに活用して宣伝して、だからこのサービー朝の歴代国王は自らのことをスルタンではなく、ハーンではなく、シャーと称した。シャーというのはササン朝ペルシャの王の称号だ。シャープルのシャーだ。でシャーというとイラン人は胸がキュッとなる。最初都はイルハン国と同じタブリーズにあった、カスピ海の西側。しかしここはオスマン帝国に攻め込まれちゃって、それで仕方なくサービー朝は都を東に移転する。これがイスファハン、第5代アッバース一世の都。オスマン帝国は鉄砲大砲を使ったので、サービー朝も弓矢に変えて鉄砲隊を作る。アッバース一世の軍事改革。イスファハンは乾いたイラン高原の中で、まるで夢のような緑豊かな町で、あそこは水が湧くんだ、地下水が。本当にね、もう町中木がいっぱい生えてる。で町の真ん中に長方形の広場があって、で広場に面して巨大なモスクが建っていて、これがイマームのモスクという。周りはバザールって言って、市場、マーケットがあって、でその一角にこのイマームモスクがありまして、まあね、本当にね、綺麗。こんな写真では表せないあの美しさは。独特のブルータイルを使っていて、だからイラン人はこういうイスファハンは世界の半分の価値があるという。俺行ってみて世界の半分は嘘と思ったけども、でもイランの半分ぐらいの価値があるあそこは。ウズベクは、これは三半国って書いてあるのは統一国家じゃなくて3つの部族の連合体で、でハーンが3人いまして、ヒバ、これ都市名、ヒバ、ブハラ、高感度の三ハーンだから、三半国と言います。でこれは後にロシアに併合され、その後ソビエト領で、ソビエト崩壊で独立、ウズベキスタン。次回は、ムガル帝国とオスマンをやります。終わります。